はい、ちゅうことでね、今日新年一発目はね、新年一発目のジョコラでしたね。2代目で1代目で3000失って、2代目で、4000突っ込んでると、総投資が7000ね、やっとベカって、ビッグで、もうそっからなんかもう飲まれかけて、もう一回ビッグで、あ、もうダラ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 もうあれはまあ8000ぐらいの時に帰っときゃよかったかな。まあ結局ね、7000投資して7000回収して、7000を7000にして帰ってきただけや。まあでもその後、今現在ね、さっきちょっとデータ見たら、ハマってレギュラー、ハマってレギュラーやから、まあやめときゃよかったかな。うん、引きだけでなんとか今日ね、トントンにして帰ってきました。ね。いうことでね、まだ正月モードです。ね、もう1日3ね、もうクソガキ多いわ。もうどうでもいいクソガキ。もうお年玉突っ込んでね。っていうか、駐輪場に、駐輪場には高校の学校の、なんていうの、入校証みたいなね、自転車のシール貼ってあるやつ、パチンコ屋の駐輪場に高校生のチャリンコ止まっとったらあかんやろ。2021年入学違うな、入学かどうか分からんけど、に貼ったシールだから、3年生からチャリンコで行くなんてことはまあほぼないやろから、高校現役の高校生がパチンコ来とるって話よ。もうクソガキどもがね。まあそんな私もね、16、17の頃からね、パチンコ行ってましたんでね。もう30年以上前の話ですけどね。ああ、横でね。ああ、まあジャグラ簡単や。今年一発目ね、負けませんでした。勝ってませんけど、負けませんでした。横でね、ジャグラ簡単。まあ、あれやな。来週、10日過ぎぐらいからかな。それまではね、まあそこそこね、負けないように頑張って打ってくださいということでね、じゃあ、ラカンとでした。ありがとうございます。